これ絶対にコーヒーに合うやつを探す旅第14回ですね。コーヒーのお供を探しながら源流を目指す美味しい冒険。うわ、混んでやんな。すごいね、これ結構でかいね。でかい店だね。広さ的にはどれぐらいあるんですか？1500坪ぐらい。はあ、すごい。うわー、何爆買い。え、これ全部買ったの？DJ コーさんが一番好きなやつね。いつもこのロケで。何これ？カレーパン？竹炭カレーパン。買うね。1万も買うかい、パン。どこがやっぱ魅力というか良くて。あ、魅力ね。でも普通のパン屋さんがないものがよくここあるでしょ。いろんな種類が。あ、そうなんですか。これあげるで食べな。いいわいいわ。あげるでさ、一押し。いや、もうそのもの。私の A です、一押し。お母さん、むくれてるのかと思ったら意外と気が良かったね。一押し、それ。食べないでお仕事してみるんだから。ね、いただきなさい、じゃあ、ご好意を。よかった、食べてちょうだい、本当。美味しいで。ありがとうございます。あの人言うた通りやわ、言うて。ありがとうございます。ま、豆が入ってる。あ、美味しそう。あー、美味しそう。甘いんだね、これね。ダイナモンの甘いのも入ってるんだ。いいね。これはまた新しくできたみたい。何ですかそれ。これ甘夏のオレンジがなんか入ってる。それは美味しかった。渋いね。いいね、ちょっとこれうまそうだな。それは何ですか。これはね、ちくわが入ってるの。天ぷらのちくわが。え、美味しそう。そんなものまであるんですか。あるんです、これ。あ、うまそう。のり巻いてな。ちくわチーズパン。近かったらいいけどさ、私らがどっから来たの？え？北海道。どっから来たの？三重県の桑名から来たの。あら、そう。一番源流じゃなくて。本当ですか？ここじゃん。実は僕らも桑名から揖斐川たどって。うわ、並んでる。こんなに混むかい？大人気だね、このパン屋さん。すごいね。あんまりや。最後に DJ コーさん来るんじゃないですか。確かにね、パン屋ロケはいつも来ますもんね。中でもひときわ注目を集めるのが高温で焼くパン。焼きっぷりがとにかくすごかった。焦げちゃわない？すごいな、あれ外まで火が出てるよ。屋根が大丈夫なの？普通は電気窯でしょ。はいはいはい。ここはね、石の窯で焚き火でやってる。あ、この規模で火玉って言って、はい、こんなことやったの多分うちしか絶対ないですよ。あ、もう日本でこれは確実うちしかないですよ。そんなに焼かなくてもいいんじゃないか。薪で焼くんだ、いいね。350でやっとパンが入る。はあ、なるほど。通常だと250度より前。香りも良さそう。結構石窯で焼いたパンは何でも水分量が多いんですね。結構しっとりもちもちなので、はい、そういうのがしっとりで、意外と飛んじゃうんじゃねえの、しっとり感が。すごいね、もう短時間でこう一気に焼いちゃうんじゃん、一瞬で。うわ、すごいすごいすごい。絶対うまいよこれ。意外と高温でも水分飛ばねえんだ。これうまそうだな。いや、これすごい有名になりそう。これで焼くっていう、まあ、すごいすごいっすか。これだって
つけるのに 4時間ありますから。でも働き方改革じゃないですか。あ手間がかかるから大量生産できず激レア。え、メロンパンもそんな焼くのかい。大人気だね石窯メロンパン。あー、めずい、食べた石窯メロンパン。それはメロンパンそのものだな。すんごい中ふわふわでしっとりしてる。やっぱパンの質が違う。これおいくらなんですか。200円。あ、安い安い。すごいもうすごい言わせよう。私